前回までの桜井茜ないです。お、いいよいいよいいよ、もう一丁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 もう一でも10回いきたいと思います。さあ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 、うん、いやー溶けてくな、キョピチケが溶けてきますね。本当にアカネさんは1枚も出ません。悲しいです。というか今回のアカネさんコスト16、コスト16でしょ。でシャボンがコスト何なのか忘れたけど、まああのプールとかに比べれば出やすいと思うんだけどな。ほい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 、はいはい、ライムちゃん、はい、私がねじ込むライムだけど修理のお願いかな、何をってな感じです。全く出ないな、ちょっとお茶飲みます。はい、では続けてやっていきたいと思います。質問なんですけど、あの音ゲーやるにあたって、何インチくらいのスマートフォンがおすすめなんでしょうか。まあ、あの音ゲー主体で選ばないので、まあ、あくまで参考までになんですが、どうなのかな。まあ、今5インチのスマホで一応やってるんですけど、ちょっとちっちゃいかなっていう気はするんだよね。かといって7インチだと今度は指が追いつかないだろうし、6インチ、いや 5.5 インチくらいなのかな、どうなんでしょうね。あのスクフェスとかデレステとかやってる方いましたらちょっと教えていただけると嬉しいです。まあ一番ね近いやつは何なのかって言ったら多分スクフェスなんだよね。あのデレステとはちょっと勝手が違うから。ということで、これで最後だね。ああ、溶けたな。で、最後もあんまり出そうにないですね。はい、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 ということで、終わりました。ああ、来ませんね。もう来ませんね。全く来ませんね。あかねさんは来ません。最近あかねさんちょっと冷たいんじゃないの？では、キュピチケが200枚。減ったな！減ったな！だいぶ減ったな！キュピチケ200枚になっちゃったよ。なっちゃったんですけど、どうしましょうね、もうね。どうするか。なんかせめてなんか出てくれるといいんですけどね。まあ、とりあえずこれやるか。ポップの入り合い以上確定、スーパーレア 30% やりたいと思います。さあ。どうなるかな。ほいほいほい、ほい。おい、おい、もう一応スーパーレア。北に先輩でーす。やったー。君、身長と体重は？そうか、よし。それでは後で、手芸部部室まで来たまえ。ってな感じでーす。来ないなー。来ないなー。1枚くらい来ると思ったんだけどなー、どっちか。来ませんね。もうこれ、あかねさんはちょっと諦めルートで行った方がいいかな。では、スイートの入り合い以上確定。これやるか。これやりたいと思います。もう、こうなったら、なえたそうを狙うしかないね。ほい。よいしょ。おらら？あ、大丈夫です。それで、頼まれたものはどこに？ってな感じです。もう一回行きましょう。これケツ見えてんじゃねえっていうか。次行きます。ほいってぬぬぬ、春子ちゃん、春子ちゃんでーす。ってな感じでした。ででどん、来ないな。
はい、来ませんね。本当に来ないですね。もうこれ以上やっても泥沼の気しかしないので、まあまあまあ やらないでおこうかなやらないでおこうかな。コスト15以上スーパーレア確定。これなんかで引いたやつなんで、これをやるか。これやります。まあ1枚だけ出られても困るけどな。ほい、なあ、ゆららちゃん、ゆららちゃんそろそろゆららちゃんかぶったんじゃね。はい、ゆららちゃんです。あー来ないな。じゃああとはもうあれか、スーパーレア確定これだけ引くわこれだけ引くわ、もうしょうがないから。5枚です。5枚中3枚くらいあかねさん来てくれないでしょうか。お願いします。来いよ。ほい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 。お、泣いたそう。よし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 、いいよいいよ、泣いたそういいよ、泣いたそういいよ。はい、泣いたそうです。いいね。あ、泣いたぞ。コスト16だね。声がないので僕がテレコします。はわわー、先輩、泡がこんなにいっぱいありますよ。なんだかワクワクしますね。こんなにあれば何かできそうですね。そうだ、泡を集めてもらっていいですか？ってなことで、はい、泣いたぞです。あと4枚なんで、泣いたぞ来たらいいな。ということでやっていきましょう。まあ、コスト16だからね、さすがに来ないよな。ほい！おぉ、ゆららちゃん。ゆららちゃん。ゆららちゃん3枚来られても困るんだよ。ゆららちゃんもコスト16でしょ？そんな頻繁に出ていいものじゃないよ、もう。もう、ケツ。ではもう一回いきます。さあ。ほい。お前はどうでもいい。よし、次行こう。古谷さんか。古谷さんももう被ってんだよな。もう一回いきまーす。さあ。ほい、ココミン。ココミンはこれで4枚目かな。これで4枚目です。てなことで、最後行きましょう。ナエタソ来るといいな。さあ、ナエタソ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 、トムトムミッチ。なんで来ないの？最近あかねさん全然来ないじゃん、もう。せめて工場くらい来てくれてもいいんじゃないの。工場まだ2枚しかいないのに、工場2枚しかいないのに、3枚目は出ないし、SS レアも出ないし、花火クルーズも出ないし、今回復刻も合わせて2枚いるから1枚くらい出るだろうって安直な考えで引きまくったのに出ないし、なんなんだ。ってなことでこれで終わりです。おそらくパート2つかなで終わりだと思います。皆さん聞いた方はどうだったでしょうか。あの、僕の視聴者には結構あかねさん好きな人が多いっぽいので、多分引いたと思うんですけど、どうだったでしょうか。まあ、もし何かありましたらコメント欄に記入してください。なえたそも2枚か。なえたそ2枚なんで、まあ余裕があったらあのバッチで入手したいかなと思います。まあさすがにね、あの古谷さんとか、多分古谷さんとか、あとあれだね、ゆららちゃんとかさすがに被ってきてるんで、生贄にそろそろ捧げていきたいかなと思います。ではね、これで、今回のキュピは終わりです。悲しい、本当に悲しいもう、ということでね、これで終わりたいと思います。多分音ゲーの動画も上げる可能性があるので、その際はよろしくお願いします。あとは僕とあかねさんがイチャついてるイラストを描いてくださるような気がする人が前回の動画のコメントにいたので、その方、お待ちしてます。よろしくお願いします。あの、僕についてはあのお面つけててもお面つけてなくてもどっちでもいいです。なのでそんな感じでお願いします。ではこれで終わり、終わり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 だ、もう終わりだ、もうあかねさんなんてもう知らない、嫌いだ、もう嘘だ、嘘だよ、あかねさん大好きだよ。